マッソゲームズでーす。はい、今日もね、新マッソのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。はい、でね、前回は、ゴブリンを倒しました。ゴブリンのところに行って、クモを倒して、なんかね、スパイダーフックっていう特別なアイテム手に入れたんですけど、今回はですね、なんか、その近く歩いてたらね、またね、ちょっと違うダンジョン的なものを見つけました。ほら、ちょっと、ご覧ください。なんかまるで、お城のような、建物のようなでもかなりこういい感じと言いますか、あ、びっくりした、かなりねでっかい建物で綺麗な建物なんですよね。はい、で今日はねここを制圧していこうと思います。ウォーターアーチャー、ウォーカーアーチャーってやつがねいますけど、結構なんか強そうな雰囲気のあるところですよね、ここもね。はい、こちらちょっと攻めていきたいと思います。楽しそう。ブッシュ。いててててて。いててててててて。いててててててこれ遠すぎてダメか。よし。じゃあ3段に切り替えましょう。よし。こう。兵がいますからね。どうなってるんでしょうね、あの中。ここ初めてだ。よし、おお、ヒーラーがいる、すごい。あ、全部階段になってるんですね、すごーい。ちなみに今の敵はどれだろう。あ、これだ。こういうやつがいるみたいですね。おう、いるわいるわ、普通に後ろにいるわ、普通に後ろにいるわ。やべ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 、痛い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 。ちょっと倒してみましょう。おう、あー、普通に防御力もしっかり強い。よし、おポーションで回復しようっていうパターンだな。はい、ということでですね、ここをどんどん攻めていきたいと思います。ここが入り口かな。ここから少しずつ行きましょう。おお、すごいですよ。ここは全部うまく階段になってて、こうアーチャーが上に行けるようになってんだ。よし、あれ食らってるはずなんだけど。よし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 、おっと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 、おとととと、いっぱいいるわ、アーチャー。ちょっと大変なんで、スターストライクを使っちゃいましょう。強いよ、このスターストライクは魔法。ドーンってね、一発で倒せるんですけど。まあ、楽ちんですね、やっぱスターストライクがあるとね。はい。やっぱりこれはいい魔法ですね。おぉ、びっくりした、馬に乗ってきたよ。馬に乗ってくるやつ初めてだ。でも挟まってるからもう倒せちゃう。あれ死んだ。おっ、馬が、おおおお、俺が馬に乗っちゃった、俺馬乗っちゃった、俺馬乗っちゃってるよこれ絶対。おっと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 、こいつは一体何者なんでしょうね。よし、ごめんね、この馬さん、この馬さんはちょっと家に連れてってあげましょう。よし、はいはい、多分ねこれで家に来ました。結構出てくるな敵。敵は軽くいっそうですね。はい、よーし、じゃあこれで中の方も見ていきましょう。お、これが部屋の中みたいですけど、お、アルスマギカ系か。あとこういうね、ターミナルエクスペンションっていうやつの、あとケーキとかもありますね。やったー、おいしいおいしい。
あざーすっていう感じですけど、まあ後でまた、うわ痛い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 、よし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 、倒しました。もういないですね。ケーキがあるから嬉しいな、これお腹いっぱいになれる。よし、おと、ブルートパーズ。そしてここは本の部屋ですかね。結構綺麗になってんな。こういう奥とかにたまに何かあったりするけど、ないかな。ないですね。隠し部屋みたいなね、そういうの。牛さんを超えまして、こっちの部屋にはおお鉄などなどですかね。こっちには何があるんだろう。何もなしと。はい、ということでここがね、とりあえず外ですね。外はこんな感じで、ここから中に入っていくんですけど、おお、マジかよ、結構いるな。はい、まあすいません、魔法せっかく覚えたんですけど、おお、すげえ整ってるよここ。でもこれが一番ね手っ取り早い。2階ねの入り口があるね。あと何あるだろう。ここ牛の部屋か。やっぱこれ空から来ないよな。やっぱり引っかかっちゃうんだよな、スターストライクは。よし、よし、こんなお家作ってみたいね。すごく大きい。よし、すごい教会だここ。こういう教会も作れるのね。あー、なんか邪魔しちゃった感じがするわ。こいつら天井にも当てる技術あんの。よし、降りたいんだけど。よし、あ、やっべ、なんか良くないことやっちゃったな。じゃあここはファイヤーボムで仕留めよう。ボシボシボシ、やばい、椅子が燃えてしまう。まあいいや、サンダーで一体ずつ叩きましょう。あー、燃えちゃう燃えちゃう、これ羊毛だったのか。燃えちゃう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 、やばい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 、ごめんねごめんねごめんね。だだ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 だ。よし、教会先へ進む。これ強いやつだね。お、アイテムバーン。まあ、ティンインゴットなどなどですね。後で拾いましょう。よし、っていうかこのアイテムライフワールドっていうのがあるからひたすら楽ちんですね。では2階に行きたいと思います。楽しいな、ここ。よし。敵発見。サンダーでぶち倒そう。弓矢か。お、ここにも敵か。よし。よし。
どうせだったら俺もちょっと剣で対抗してみようか。よし。剣だとね、すごくこいつら強いっす。痛い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 。ほら、3しか食らわないですからね。こうクリティカルやっても、で、クリティカルがね、飛びすぎちゃってやりづらいんですよね。おぉ、痛い痛いやろう。よし、倒した。よかったよかったよかった。よし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 。もうサンダー使おう。もうサンダー使おう。ラクーン。よし、倒した。あの、大きい体剣を持ってるやつは、こいつの攻撃力は半端ないやつ。一回食らってみましょうか。ブシッっていう形で。もう超強いんですよ、こいつ。かっこいいなぁ、ここ、ほんと。こういうの作りてぇ。なんか家があったぞ、家が。おととととダイヤのやつはこいつ強いやつ、割と、まあ、防御力高いですからね。はい、お家発見でーす。結構質素な家ですね。で、ケーキがあるから嬉しい。ここで回復しろってことなんでしょう。おさらにまたヒーラーがいますね、あそこに。ヒールのやつを倒しまして、あー、ここさっき開けた穴だ。よし、ここからまた上の階へ行きましょう。おーっと、いっぱいいる、いっぱいいるから、ボン。よーし、火だとはなかなか食らないっすね、こいつらね。全員を吹き飛ばす。ドン。おーとととととと。これ、食らったら吹っ飛ぶんですよ、奴らは。そういう魔法をつけてます。ドン。ドン。よし。もうサンダーで一気に。うわ、めっちゃ出てきたわ。いっぺんに倒せたけど、すげえな、ここで。僕のね、マナもね、結構今消費しちゃってて、慎重にいかないとマナが全部なくなる。よし、行きましょう。早い早い早い、こいつ。よっしゃ、倒した。行きましょう。またお家です。ボーン。よーし、はい、全員に食らえ。おら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 。やっぱり後ろからも来てたよね、なんとなく分かってた。おお、めっちゃ来る。やばい、マナが足りない。マナが足りない。一回退散だ。おお、爆発も。やつらやるな。お、体験持ってるやつもいますね。よし、倒した。おっと、火事を起こしてしまったが。まあ、大体やっつけたかな。じゃあ中に入ってみましょう。おお、この宝箱、おお、ピックオブザコア、なんか強そう。これもマスターブラッド、お、ボトブルオブエンチャンティング。やった、エンチャントできるじゃん。
あ、ゴールデンアップル。いいですね。発音がね、ぐちゃぐちゃな、へ、しょぼいことになってますけど。まあ、どうせ、後で全部ここ、最終的に動画の後で全部ここ取りに行きます。おー、これもいいですね。なんでね。はいはいはい。よくこういうダンジョンにありがちなアイテムが、こう、並んでますね。そして、ここから敵が、いらっしゃると。ここにもアイテムが。おー。ブランクスレイトって何に使うんでしょうね。おー、またミュージックディスク。アックスオブザストリーム。これ、あれなんじゃない？なんか嵐を引き起こせるとか、そういうやつか、やつですかね。今まで見たことなかったんですけど。で、このハートはもうね、いっぱいあるから。これで攻撃してみよう。おー、アイテム盛りだくさん。絵もいいですね。おお、ブロックオブダイモンド。そしてボトルオブエンチャンティングと、あのアルスマギカのね、魔法の能力を身につけるやつですね。あとダイヤモンドなどなど。あ、やばいやばい、これダメだ、これダメだ、ダメだ。よし、結構ここね、いいアイテム揃ってますね。もしかしてこの回で終わりなのかな。ここが一番上もしかして。おお、羊さんの絵ですね。あの絵結構好き。ここでもしや終わりかな。お、ボスっぽいのがいたよ。ボスだ、行くぜ。うわっ、来た。